みなさん、こんにちは。しおりちゃんのジミーです。今回は、お年玉を使って、大きな買い物をしてしまいました。はい。もう大金をはたいてきたんですね。けど、まだお金いっぱい。ジミーはね、まだね、全然ね、美容とか、メイクとか、洋服とか。3日で買う人いるの？あんまり興味ないもんね。で、何が一番好きかって言ったら、やっぱりね、今はゲームだよね。まあ、こういうご時世もあって、なかなかね、お友達ともね、外で遊べなかったり、そういう時に、やっぱお友達とね、ゲームを楽しむっていうのが、やっぱ最近多くなってね、ますますゲームが好きになりましたね。でですね、何を買ったか、じゃあここで発表お願いします。なんとスイッチのライトでございます、ね、これ2万以上するよね。ヤマダ電機で買ったんですけど、ね、5000円分のねポイントがあったので、それをリミちゃんのためにね使ったので、5000円はマイナスっていうか使わなくて大丈夫だったね。なのでこちらねゲットしてきました。はい。でスイッチのライトって確か4色ぐらいありましたよね。黒と水色と黄色と赤。うん、水色なのかなと思いきや黄色に。どうして黄色にしたの？プーさんだから。あープーさん色だからやね。まあ水色か黄色かなって言ってたけど黄色にしたんだ。じゃあ出してみる？出してみるよ。うん、出してみよっか。じゃあどうかな。じゃあブーダービキがブーダービキがブーダービキがね、最近ね、頭の中にハメっちゃ入ってるんです。いくよ、せーの。おあ、コンパクトだね。ちっちゃい。ちっちゃい。すげえ。かわいい。うわ、ちっちゃい。ちっちゃいよ、そりゃ。すげえ。コンパクトだね。ね。持ち運びにはね、全然良さそう。あれね。リミちゃん、はい、みんなが聞きたいのはさ、どうしてリミちゃんはスイッチを持っているのに、またスイッチを買ったのって多分ね、みんな思ってると思うんだ。うん、なんで？ですね。はい。リミ、あつ森で理想の島にならなかったんです。理想の島にならなかった。それで、データ消すのももったいないから買いました。なるほど。今までね、それこそね、1回目の緊急事態宣言中にあつ森やりだして、視聴者さんともねいっぱいねライブとかで絡んでもらって、いっぱい思い出があるあのデータを消したくないってことですね。でも一からもう一回やりたいっていう気持ちがすごく強かったんだよね。ということで、まあリミちゃんはね、あまり自分のお金使わないので、去年のお年玉も全然残ってて、結構貯めてたんですけど、だからまあね、自分のお金だから、どういう風に使うかはまあ本人次第ということで、パパもママも、まあ一応了解をして買いましたね。どうですか？今買ってみて。嬉しい？よかった。はい、ということで。めっちゃちっちゃい、ほんと。ちっちゃいよ。ボタンめっちゃちっちゃい。持ち運びとかにはいいかもね。それでフォートナイトもできんの？ついた。おお、ついた。ついたよ。つけちゃったよ。おお。なんか始まった？ででん。おお。もう設定画面になっちゃったね。はい、ということでね、今回はね、こんな感じで
早いですけど、スイッチがいなくなっちゃったよ。はい、ミミちゃんがね、なんとなんとお年玉でね、スイッチライトをね買ったという動画でございました。これ怖い。なんでこれ押しちゃったら、うん、やばいやん。なんで、まあとりあえずちょっとね、設定はね、ちょっとパパとかも金あってやらないと、リミちゃん一人じゃできないと思うんで、まだね、お子ちゃまだからね、やっぱその辺はね。はい、じゃあまたね、今後リミちゃんがこれを使ってるねことも増えてくるかと思いますが、はい、とりあえずね、買いましたという動画でした。はい、めっちゃ綺麗画面。そりゃそうでしょ、ピカピカだもん、新品。やべえ、指紋つけちゃう。それでは、バイバイ。うっぱいひゅうにクソタイムしよう。パパに設定してもらう。うん。